おはようございます。速稼塾の久保です。今日はねミニカーをいろいろと紹介したいと思います。この通販で最近買ったミニカーなんですけどもね、かっこいいでしょ。フォードって書いてますね。で、私すごいなと思ったのがそのバックギアっていうんですかね、あの後ろにこうね地面に擦りつけながら引くとゴムかなんかの勢いで前にバーッと進み出すやつなんですけども、当然これ入ってるんですよ。こっちの R34 はね入ってないんですけども、何も入ってないんでこう進みませんけども、これね自走するんですよね。ちょっと見ていただきたいと思います。画面を下に下げますね。これね、こういう風に車後ろに引くと前にこう動き出すんですよ。これねミニカーって感じですよね。これだけならすごいんですけども、このヘッドライト光るんですよね。そして音も出るんですよ。例えばドアを開けますよね、反対側開けます。すごいでしょ。そしてここにスイッチが入ってて、前輪を下に押し付けるとエンジンの音がするんですよね。で、ちなみに2台開くんですよ。遊び方としては下に押し付けながら後ろに引くことによってこういう風なね走り去る演出ができます。これは何もないですけどね。で、フォードすごいガタイですよ。精巧に作られています。そして、まあ、私のねベルファイアではないんですけども、アルファードの方もドアを開けると後ろも光ります。こうですよ。で、なんか音もね激しくなりますね、うん、で、これも同じようにバックが入る。こんな感じですかね。次はランボルギーニのカウンタックです。最新版、ね、まあ、ドアがねガルウィングで上に開きます。両方とも開きますよ。デザインもなんかこうしてみるとなかなかかっこいいですね、うん、これ5000万ぐらいするんですかね。で、これも同じようにバックギア入ります。ね、こんな感じですね。で、次はね私の大和くんのお気に入りのルパン三世ですね。なんていう車か分かりませんけども、ペニングトンかな。まああのクラシックカーです。これもドアを開けると音がしませんね、これはねまあでも後ろに引くとね、けたたましいですね。ということでね、最近のミニカー面白いで、すごくリアルです、うん、大きさもそこそこあるんで、あのお父さんと息子さんと楽しめるんじゃないかなと。というかこれ40代の男性多分ね気に入ると思いますよ。1台ね2000円ぐらいだったと思うんですけども、あのいつものスマホアプリのウィッシュで買いました。到着まで3週間ぐらいかかりますので、まさに忘れた頃にやってきますね。ということで今日のミニカー紹介でございました、うん、ありがとうございました。